こちら即地部長さんの部屋の前です。ご挨拶に行ってみましょう。国土地理院の即地部でですね、日本の測量の基準を作るということをしています。こちらは電子基準点といいます。国土地理院が運用する GNSS 連続観測点で全国約1300箇所に設置されています。この観測網はジオネットとも呼ばれ、 GPS をはじめとする GNSS からの測位信号を24時間観測し、リアルタイムでデータを配信しています。電子基準点のデータは測量や位置情報サービス、地殻変動監視、そして地球科学分野における研究等に広く活用されています。また一部のデータは国際 GNSS 事業 IGS に提供され、GNSS を用いた高精度な測位に必要となる衛星の精密な軌道情報や世界共通の測地基準座標系の維持に利用されています。このように電子基準点は高精度な測位を実現するために欠かせないインフラとして活躍しています。筑波のものよりもピラの高さは低いですが、ここ石岡にも2つのGNSS アンテナがあります。 VLBI や GNSS をはじめとした測地技術による連携した観測が行われています。ここ石岡測地観測所ではこのうち2つ VLBI と GNSS の観測を行っています。はい、こちらは石岡 VLBI アンテナといいます。石岡 VLBI アンテナでは地球からはるか数億光年彼方にあるクエーサーと呼ばれる天体の電波を受信しています。石岡 VLBI アンテナで観測されたデータはこちらのデータストレージの中にある記録サーバーに記録されています。それでは行ってみましょう。はい、こちらのサーバーになります。 VLBI 観測は世界各国の VLBI アンテナを保有する機関と協力して観測をしています。各機関の観測データを処理することで各国の VLBI アンテナの位置関係や地球の回転運動を示す情報を高精度に知ることができます。VLBI アンテナの参照点はだいたいこの辺りにあります。 GNSS の参照点はアンテナの底面になります。アンテナの真下にターゲットを設置することでアンテナを取り外すことなく角度と距離の観測ができます。これはトータルステーションです。こちらのミラーを測りたい場所に設置して距離や角度を測ります。こちらは GNSS 測量機になります。方位角の観測に使用します。こちらが受信機になります。そしてこちらがアンテナになります。これは電子レベルといって高さを測る機械です。このバーコードが書かれた3メートルの標尺を2箇所に立てて、この電子レベルで測ることで2箇所の高さの違いが分かります。これからインサイド法による観測を開始します。地面に固定されたこちらのトータルステーションであちらのターゲットを観測します。この後は筑波に戻ってローカルタイベクトルの計算をすることになります。筑波市の国土地理院です。こちらでローカルタイベクトルの計算を行っているようですので行ってみましょう。ではこちらの図をご覧ください。こちらはインサイド法で測定したアンテナのターゲットの軌跡をプロットしたものになります。水平方向と垂直方向の軸の周りに円を描くことができ、
これらの円の中心を通る軸を推定して、その交点を VLBI アンテナの参照点として推定します。グラフにプロットするとこのようになり、 VLBI と GNSS の位置関係が分かります。これがローカル帯ベクトルです。